参りましょう、デビルラッシュ。リーダーはズバリ、サクヤ、なんだ、ドン、サリア。あ、スキル使用時に攻撃力が上がります。レツパなのね、デビルラッシュ。参ります、挑戦。最近はね、この間、やめとこ、ドロップがでっかくなりました。ここちゃんとスキル管理しながらやっとかないと。これ一旦は、はい、いらん不要ドロップ消します。リーダースキルちゃんと読んで、うん、スキル使った時だけ、あれ。はい、コメントありがとうございます。村井さん。え、はいはい、何ですか、何か呼ばれました。え、大役、役年ですかってことだ。後役です。後役。高校生の時見てました。最近8年前ぐらいの動画見て懐かしみました。この景色最高ですね。こっちから使います。大凶から使います。はい、名前がクローさんですね。なんて読みます。カラス。側転巨人。違う、巨人。どっちかです。石かの剣心。側転なんだろう。乗り天教師の剣心発動。乗り天じゃない、側転は間違ってないんで。乗り天参ります。え、やべえ、パズルの秒数分かってね。意外と長かった。それそれね、それちょっとやりすぎなの。まあいいっすよ。スキルまで使ってる私。いや、使っていいっす。使わないの、あれ。シャー、側転。側転。うぇい。側転巨師の貢献である。側転巨師。とってもハッピーさんのただコメントで、残念ながらさっき村井さん23歳ぐらいだったんですよね。今30いくつぐらいですかっていう、すごくなんかこう、なんかあれなコメントだったんです。アバウト、信用値めっちゃ低い。ちょっとちょっと、バンバンいきましょう。ダブル攻撃耐性光発動。あー、やっちゃいました。回復をなくしました。あい、死にますか。参ります。いや、まあただあれですね、あれですよ。なんだ、毒のメガネがちゃうと、まあ、セクシー。これ、毒と落ち込んでしまうよ。あ、よかったよかった。危ない危ない危ない。しゃー、バトルスリー。大丈夫、いけ、大丈夫か。回復しないって言って、毒やだ。スキルをじゃんじゃん使いたい。陣使っていい。サリア撃つか、まあ、孫悟空撃つか、どっちか。サリア派で。おすすめはそれ、ヘイストがあるんで、先にまあ孫悟空打ち上げてみたいなのもあるんです。結局帰ってこない説もあるんですけど。ああ、確かに。ターンが。サリア打っちゃいます。はい、好きなほど。シャインフラリング、ハートド。参ります。そう、前に連れ、なんか、そう、イルムもね、本当にね、あのね、ただ、イルムはね、出なくてこういじられてたのって、結局ね、あれなんですよ。理事長とかあっち系なんですよ。ガチ強めの。ガチ。ああ、まあ大丈夫。それ、列、回復列でバインド解除できるはず。おお、やるな。知らんけど。はい、見てください。もう、見てください。できる。参ります。でさ、なんか村井さんに煽られてもそんなムカつかんけど、なんか同世代に煽られたらガチ、なんかガチっぽくてムカつくじゃないですか。なるほど、なるほどね。なんか関係性があるから。そう、いや、村井さんが煽ってもなんかそんな嫌味ったらしくないというか、うん、まあ、煽ってないよ今の言い方はちょっとさあ、これはどうしたらいいかな。普通にやるか、3万あれば耐えられるか。回復しながらやります。クジラ、あ、クジラね。ああ、ウェルドール、ね、死なん、私は死なん、死なん。あ、光、光は残した方がいいっすね。スキル少ないっすもんね。あ、そうだ、大丈夫、対応できるんですけど、このそろそろこれ孫悟空、あの、孫、あれ打っちゃって、次が、次だっけ、次次だっけ、ちょっと覚えてないですけど、とりあえずあのベルゼブブ出てきて毒の海に沈め。あ、そうだ、おー、だから陣がないと思う。イルブとかは取っとかないと、絶対に。で、これ酔い棒が水変換でしたっけ、水や光にしよう。あの、これが多分処理できるんで参ります。酔い棒発動。2列では組めないので、あ、回復入れながら進んで参ります。いいんじゃないですか。全然落ち込んない。ただ、あ、
大丈夫大丈夫。あで、これで、あの3って言ってたんですけど、待ってやるわけねえじゃんっつってバーンって攻撃してくるんですよ。でマジ？これ、なんすっけ、ヘイスト打ったら、あのあいつ返ってこなせん、スキルなんか返ってくる、返ってくるんですよね。だからここでトール打ってあげて、スキル返してあげましょう。ルエンス火光違う。で、それ打ったら光水、はい、で、順次アポロンとか返ってきますよね、多分ね、スキル、はい、側転教師の献身発動、はい、どこも消しちゃいます。消さんでいいか。いや、どこも消しとこう。まあでも結局次イルム打つんでどっちでもいいっす。どっちでもいい。じゃあ消さない。毒消しません。参ります。騙し打ちをされる。確かに結局アドバイスしちゃってる。ごめん。これね癖なのよ。このもう癖なのよ。アドバイスせん。しろ。ごめん。いやだから癖なんすよ、村井さんのやつなんかね、これ困ったもんやな。毒の海に沈まんかったで、なんかアポロン、あ、いやいや、スキルと私はアポロンを、ただあの、ラストね、あのね、ね、大変なんで、大変だよね、はい、ちょっとここは一回スキル管理が非常に難しくて、で、ここをあの一応先に言っとくと、4ターン目かな、即死です。それまではなんか比較的こうイチャつけるんですけど、溜めます。はい、溜めて、てか毒マジ邪魔、毒消したい。消していいんじゃないですか。消したきゃ消せよ、毒ドロップです。消したきゃ消せよ、毒ドロップ。うん、回復4つ消しいけばいける気がする。参ります。毒全部消しちゃうよ、私5個全部消しちゃおう。まおちゃんが今すんごい適当な感じで全部消しちゃおうって言ったけど、本当に全部消しちゃっていいのかな。繋げて消した方がいいって当時言われてた。そう、いけました。俺のアドバイスもただあんまり当てにせんでくださいね。俺もちょっとさすがにこうね、記憶がおぼろげというか、うん、ちゃんと覚えてるわけではない。おぼろこすけだもんね。雑なボケやめてほしいっすよ。ナイスパズル、ナイスパズル。闇ですね。まだ完璧な調整じゃないですか、村一。パーフェクト調整。同じこと言ってるんですよね。パーフェクト、パーフェクトテクノロジー。サリが何ターンですかと。2ターンで、あ、これも処理していいんじゃないですか、アポロンで。じゃあ、言ってるんですよ。本当にいいんだな、使うぞ。はい、いってらっしゃい。信じてる、グリモワールスピア。え？はい？あのバカじゃん。横打ったわ、横打った、横打ったわ、横打ったわ、横打ったわ。横打った、横打った、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんって、間違えたって、私アポロン打つ気だったもん。じゃあちょっとこれ、待って、いやなんか多分列で消さなかったらいいかもしれないんで、列で消さないようになんかいい塩梅でなんか5個消しを縦消しならいいんじゃん。縦消しでね、はい、縦消しなら今待ってね、コメントスパちゃんいただきました。スパちゃん読んで。マグロンさん、マオさん、今日美人ですね。ありがとうございます。今日以外はやめてよ、もういいよ、やめてよ。縦5ゲシとかでここ整地する。いや無理でしょ、こんなこの困難を乗り越える、それが俺たちのチームだ。参ります。縦5ゲシな。困難を自らね、作っていくタイプの。いや、あの、ね、その気はなかった、その気なかった。これくらいね、これくらいね、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 でもこれさ、大丈夫か、来ないよ。ああ、大丈夫だ。これで、いや、これは突破やろ。いや、だからアポロン打って、そうですね、アポロン打ってサリア次帰ってきて、どうにか処理できて、都合よくいけば勝てますね。アポロン打った方がスキル打たないと多分処理できる。この微妙なんですよね、なんかこれ列で抜けるかどうか、HP ラインがいけるんちゃう。いや、それね、多分次もうやられちゃう。でもエンハンスも入ってるのか。エンハンスも入ってるなら、全力パズルワンチャン。 1.5 倍、2.5 倍、いや無理でしょ。 6.25 倍です。倒せるほどサタンさん甘くない気がする。エンハンス何倍ですか、このトールの。いや、スキル見ればよくないですか。 2.5 倍、 2.5、 6.25 の、2.5 だから、まあ10あれか、はいはいはい、全力パズルしかできないよ、男。打っていいんちゃいます、本当に。はい、で、あの、そのうち帰ってきません、こっちも。あの、
2ターンで。うん、そうっすね。うん、ワコン打ちました。打つか。打たなかったら多分やられて、うん、時間がもったいないんだよ。時間がもったいない。ダブル攻撃したいっすよ、カーリー発動。光、はい、で、もう普通にバーンです。バーンはやめよう。バーンはやめよう。問題があって、次、ベルゼブの先生大丈夫かな、この HP ライン。ちょっとよく見えてないから分かんないですけど、多分まあ大丈夫だと思うんですけど、結構怪しいです。先生で死にたくない。多分大丈夫なんですけど、6000ぐらいだった気がするんだよな、6000から8000か。あー大丈夫、全然 4,5000 でしょ。で、サリア打って、で、ヘイスト回しつつ、で、これ、光が12個あったら、もう泣いて喜びましょう。シャイフレリング発動。あー、どんまい。12個どころか。どんまい。うわまあでもとりあえず、チオさん。レッツやな。全力で、はい。オッケー、参ります。なんで光を持つ。そう、タバカン時代のコスケはギリイケメン。タバカン時代ってどういうこと。髪型の話。え、わかんない、多分タバカン時代の、はい、タバタバカン、タビオケのタバ。ふん、うわぁ、そうなんですよね。で、これはどうしようもないんですよね。ダメ、うわぁ、うん、まあ今光がこれを落ちやすくなってるね。いや、そのいや、でも毒で、これはエンハンスで、これ回復がめっちゃ降ってきてくれたら終わったりするんですけど、そんな都合のいい展開起きないんで、まあとりあえずもうずらしてもう一回やりましょう。申し訳ございません。やっぱあそこにイルム撃っちゃったね。ライフさんの自己責任です。自己責任、懐かしいんだけど。自己責任言ってたわ。言ってた、今自己責任がもう笑いがもう込み上げてきた。自己責任です。あがい。で、そしてスパチャありがとうございます。ゲニエムギチャさん、さっきあの僕の言うで叶わったやつですね。はい、イルム撃ってください。ここでイルムの出番。グリモワールスピアで満パンして参ります。待ちね。はい。はい。全然違う。そうしてボス戦で、アポロンからね。で、エンハンスが消えるんで、アポロンもしくは大凶消去、状況的にどっちがいいですかね。アポロンがいいですかね。大凶消去だって闇ドロップ。アポロンだな。お、3列あればワンパンやな。あー、6、6、4、10、18か。いや、いけるか。いや、待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。あー、1個足りないっす。まあ、とりあえずアポロンですよ。ダブル攻撃対戦引く、まず。もしかすると数えミスで18個あるかもしれない。多分ないっす。いきます、はい、参ります、はい、うん、いけ、行かない。うわーい、完璧じゃん。回復も増えます。で、別プラス引くから回復4つ消しの全力コンボしてあげて、レッツと4つ消しはできない。できますよ。え、指定に組めばいい。組めばできますよ。4つ消しできます。はい、そうそうそう、パズルします。はい、私は分かってるよ、安心していいんだ。で、光も回せてくるだろうって落とし、ああ、今回ろ。すごい企業努力が見えたね。企業努力。あら。あれ。あれ。ザー。はいはいはい。で、これサリアと何ターンで書いてますっけ？一。ああ。一コンボ、一コンボです。一コンボ。でこれで毒を残し。いや、猛毒だけちゃんとあれしてください。猛毒だけ消さないように注意してください、ね。絶対消さない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 。振りじゃない。絶対消さない。猛毒だけは。猛毒だけは絶対消さない。はい、うぅ、サリア受けて終わりです。シャインフェダリング発動。
3秒だったらもう大丈夫。参ります。いっちゃってよろしいですか。はい、いっちゃってください。ああ、いいっすね。ちょっとあ、もうめっちゃくっついちゃった。いや、十分です。はい、オッケーでーす。え、いやー、なんで残る。えー、マジかー。ちょっとあの4つ、ちょっと頑張ってもらえません。なんか花4つで、なんか花4つで、なのなのなの、なんでそんな、あと、あれちゃんと回復分割しとけばねー。1コンボの痛みがあの分野、まさにあの分野、あの分でこうなった。1コンボの痛み、全力で消します。参ります、ラストパズル。4つ消しで全力。はあ、落としにして、で、毒だけはもうこれで、はい、もう早っていう感じですよね、確かに。お願いします。あぶねえ、これ下手したらクリアできてないな。下手したら死んでるな、死んでるでしょこれ。でも最後、めっちゃスローモーションやった。面白い、めっちゃ面白い。出だしクリア。いや、もう最低だよ。30分かかっとるから。ほんまや、30分。もう10時4分30分。もう、 うちの子も寝とる。トイレにドロン、トイレ行ってきます。